日ハム、田中正義と石川直也のダブルクローザー制導入。ソフトバンクから移籍した日本ハム、田中正義が、勝利の方程式に名を連ねた。1対1の最終回に5番手で登板。1回を完璧に抑えた。これでリリーフ転向後5試合連続、無失点。計5回を投げ、わずか1安打と安定している。現時点で抑えは固定しない方針で、対戦相手によって石川と併用になる見込み。不安は、投球内容として良かった。これを続けたいと力を込めた。田中正義7試合、10.2 回、被安打6、四死球6、奪三振8、防御率 0.84、ウィップ 1.13、石川直也7試合、7回、被安打4、四死球1、奪三振7、防御率 2.57、ウィップ 0.71。防御率の割にウィップ高めやね。ジャスティス大出世じゃん。怪我してないの珍しい。田中正義が開幕直前まで健在なの久しぶりじゃないか。久しぶりっていうか、このままガチで無事なら初。これでジャスティスの負担を減らしながら使えるってわけか、賢い。相手の打順次第で7から8回に使うこともできるしいいじゃん。普通にリリーフ立て直したのすごい。去年の勝ちパターン、なし、今年の勝ちパターン、宮西メネズ石川 OR 田中、立山って有能なのでは？延長戦になっても、どっちかはまだ使えるってことかな。後ろさえしっかりしてたら、去年のような目には合うまい。抑えの立場としては、固定されてる方がやりやすいと思うけどな。怪我だけは気をつけて、